エンジン出力的なことから言うとスーパーチャージャーをつけてます。 HKS の GT7040 ですね、一気がけですけど、でインジェクター大きくしたり燃料ポンプも大きくしたり、これが HKS の GT7040 というスーパーチャージャーの本体です。もう 3,4 年つけてなりますけど、今のところノントラブルで走ってます。400〜450馬力ぐらいは出てると思います。デフはちょっとこの車は神経質なイメージがあって、まあ、何度か仕様変更して、まあ、現在の状況で一応落ち着いてます。ショックはスピリット3ベースで前後16キロ投資なんですけど、バネレートは柔らかいかもねと思ってます。もともととってもねラグジーな感じで、ブッシュとかがものすごく大きなブッシュでとても柔らかいものが使われてるんですけど、それがハンドリングとかトラクションとかにちょっとダルな感じがして、もうちょっとシャープに動いてほしいので、この車の場合は半分ぐらいのブッシュはもうピロボール化してます。特にフロントのロアームのブッシュはピロ化にすると効果は絶大です。あのアッパーアームなんですけれども、アッパーアームはまあキャンバーがいじれるのはまあよくあるんですけど、キャスターもいじれるようにしてます。キャスターを寝かすことによって比較的タイトコーナーの打角の大きいコーナーでノーズの回答性がだいぶ良くなるようなイメージで作ってます。デフとか足回りの作動音が入ってくるので快適性は若干失われますけれども、ハンドリングとかトラクションのかかり方は随分大きな変化がありました。ブレーキはスーパー耐久で使ってたような、まあ、俗に S タイブレンボというものなんですけれどもに変えてます。 A052 っていう S タイヤじゃないんやけどネオバよりはグリップするでしょうっていうようなタイヤをつけるのに18インチ化しています。今回の企画で呼んでいただいて、どちらかというと辛口なコメントをいただいて、さらに改良が進めばもっと嬉しい気分になると思います。ドライバーは光弘。どうなんだろうね、これスーパーチャージャーなんだけど、今5メーターぐらい走ってみたんだけど分かんない、まだ。32秒099。ストリートで鍛えたマシンのアタックシーンをどうぞ。初めて木下さんに乗っていただいたんですけれども、結構好評やかだったのでとても良かったです。足回りも柔らかすぎるかなって心配してたんですけど、逆に硬くもなくていいよねっていうような評価やったんでとても良かったと思います。